して私は堂島新地を飛び出した。本当にこれで帰るところはなくなった。梅丸に言えなかった。はい、皆さんこんにちは。初めての方もいらっしゃいますし、懐かしい方もいらっしゃいますし、毎回顔を見合わせている方もおりましてですね、またこの授業始まったなと思ってほっとしております。日々行こう。渡辺いいですか。ではアナウンスの方お願いします。おぎあうことについてのバーデンの教育劇。全国からいろんな学生とか若者の、その作品を作る人たちを中心に集まってもらってるんですけど、やっぱり作品を作るっていうのは結構同じ仲間でやるっていうことがこうして増えてくるんですけど、この10日間とか1週間の滞在で普段会わない人たちとここで出会って、ここでまた帰って、その後も一緒に作品を作ったりとかすることは今までもあったんですけど、その出会いっていうのがやっぱ学生たちにとってはとてもいいみたいなので、この辺がちょっとやりながらですけど大きな指針になってきたところがあるかなと思ってます。上演を最後までご覧いただきましてありがとうございました。